n p b は18日、日本ハムの稲葉篤則二軍監督に厳重注意の制裁を科した。17日のイースタンリーグ、巨人戦で球審への選手交代の通告を怠った。動画、椅子を蹴飛ばし候補もあたふた、球団事務所でブチ切れ。稲葉二軍監督は6回表終了後、複数の選手交代、守備位置変更を球審に告げ、試合は6回裏に進行した。 1・死後に右翼手交代の通告を怠っていることに気づき、その時点で球審に通告した。稲葉二軍監督は、野球日本代表、侍ジャパンの監督として2021年東京五輪で金メダル。翌年に日本ハムの GM に就任し、今期から二軍の指揮を執っている。